やっぱり GH5 は引退がね。あ、どうも、ウズです。わざとらしいね。はい、わざとらしいね。よいしょ、まあ GH5 が引退かどうかの話はさておいて、本日、2021年1月13日、au から正式に、新しい料金プランの発表がありましたね。新料金プラン、au のポボ。なんでさ、ドコモも au もこう分かりにくい名前つけんだろうね。すごい覚えにくい。まあ覚える必要ないっちゃないんかもしれないけど。はい、ドコモとソフトバンクが、まあ先にですね、先に、新しいブランド、格安と言っていいのかな、安い料金プラン、2980円のプランを打ち出していたんですが、au の方は遅れて、1月13日、さっき言いましたね、本日、正式に発表したという形になります。で、サービスの開始に関しては、2021年3月からということで、まあ、まだすぐではないんですが、月額基本料金が2480円、データ通信量は 20GB ということで、ここの部分を大きく打ち出してアピールしていました。またやったね、au。で、また何をやったかというと、いつもの癖ですよね。安い、いいとこだけ先にドカンと見せる、いっちゃう。ドコモもソフトバンクも新しいプランが2980円で安いっていう形だったんですね。それに対して2480円だから au 最安じゃんってなったわけですよ。まあ一見聞いたら。まあただ、ちょっとこの後ちゃんと話すからね。まあただ、ここで一つ突っ込みが入るのが、この2480円という金額の中にはソフトバンクやドコモで入っている5分間電話かけ放題っていう特典は入っていないんです。なのでドコモソフトバンクと同じ条件で5分かけ放題、電話ですね、電話のかけ放題っていうのを加えると、オプションで加えられるので、そうすると結果的には2980円で横並びになるんです。なのでまたちょっとね、ここの話だけ聞くと一見 au また印象悪くなるわけですよ。またやったか au みたいな。まあ、でも、今回はそうでもないんです。いいね、形でも取れるんですよ、これは。なんでかっていうと。はい、ちょっとね、イラストレーターでまたバッと作った表でやりたいんですけども、各社新ブランド、2021年1月13日時点ということでやらせてもらうんですが、これがですね、今出てる、安いプランの一通りのプランの内容をざっと入力したものなんですが、まあ、今回のプランはこの au のポボですね、2480円。基本の料金が。に対してソフトバンクオンラインとドコモ、アハモ、あとは楽天モバイルですね、楽天アンリミテッド、こちらが2980円で共通で、データ通信に関しては、まあ、楽天モバイルがすごいんですけど無制限になっていて、その他の三大キャリアは 20GB で、超過制限に関して、あれ楽天で超過制限入ってるのおかしいかな、まあ、超過制限に関しては下り最大 1Mbps ということで、速度制限も共通で、テザリングに関してはすいません、ちょっと au の方が今の時点でよく確認できなかったので、サイトもねないしね、公式のわからないんですが、まあ、ソフトバンク、au、楽天に関しては追加料金なし、データ繰り越しは、それぞれ全てなし。で、ここですね、問題の国内通話。au は500円を追加することで、5分間の無料通話が行えますから、ここはドコモソフトバンクと結局価格で言うとね、5分無料加えると横並び。で、それを入れないと30秒20円取れる重量制というのを取られます。なんですが、これ選択できる自由が au にはあるんですよ。どういうことかというと、まあ、au はそもそも500円のプランいらないっていうパターンの方もいらっしゃると思います。もう全く電話しないっていう方だね。そういう方はもちろん料金を追加する必要はないので安く使えるというメリット。はい、あとはこれ au のサイトなんですけれども、とにかくシンプルに 20GB2480円という形になってるんですが、ここですね、わかりやすいのがお客様の使い方に合わせてトッピングということで、先ほど言ったように5分間通話かけ放題だと月500円プラスする形になります。それで2980円。他のキャリアと同じという形になりまして、でもう一つ選べるのが24時間データ使い放題200円で24時間買い切り型ですね、トッピングというのをすることができますので、このあたりが、au の新しいプランの面白いところだと思います。でここも楽天がちょっと強いんですけども、これうちの娘が使ってるんですが、実際に専用アプリをね入れておいて、そこから電話をかけると基本かけ放題なんですよ。なので、ここも楽天はかなり有利なんです。よくなんかね、この安いプランが出てきちゃうと、楽天はいらないんじゃないかって言われちゃうんですけど、何気にいいポイントはあるんですよね。はい。で、キャリアメールはすべてなし、家族割もなし。なので、家族割を使いたいっていう方は、今回のこの新ブランドは使わない方がいいっていうアドバイスもネットではもう出てますね。まあ、条件によるのかな、人数とか。はい。で、回線に関しては、ここちょっとね、楽天弱点なんですよ。ちょっと話しますね、簡単に。au、ソフトバンク、ドコモは、それぞれ 5G のね、基地局も、徐々にね、追加してってるから、まあ、通信に関してはこの三大キャリアはやっぱり心配する、まあ心配するとこはないっては言えないんですけど、山とかでソフトバンク使わないしね、全然ね、相変わらず。
楽天に関しては現在 au からね 4G のエリアを借りて使ってる部分があったりとか、要は楽天だけでは電波を出せるその基地局というのが全然足んないんですよ。もちろん 5G もほとんどちょっと使えないんじゃないかな。で、最近のニュースだとちょっと情報のね取り出し的なものがちょっとソフトバンクから流れるような話があって、ちょっとその辺も今後調査が入ってきたりしてちょっと危ない感じになってきてますよね、楽天モバイル。なので、まあ、楽天は通信回線に関しては、まあ、ちょっと微妙です。今後もちょっと苦戦するんじゃないかな、伸ばすのという弱点があるんですが、まあ、サービス自体はいいというね、そういうところでちょっと楽天の方を選ぶかどうかって悩まされるとこですね。でもしかしたら au とかドコモとかの方にね変えちゃうかもしれないです。1年無料終わったらいいタイミングだしね、3月からで、国際テザリングの方もこれ使うことある方あんまいないかもしれないんですけど、これもちょっと au の方がよくわからないので、ドコモ、ソフトバンク、楽天ということでなしっていう形でちょっと記載させていただきました。ということで今回の au の2480円というのは、なんだ5分以内電話かけ放題っていうのが入ってないから安いんじゃんみたいなツッコミ入れたいところだったんですけれども、まあ、内容を見たら結構いいんじゃないか、選択できればいいんじゃないかなっていうのを感じました。で、私自身も一月の中で一回も電話しないこと結構あるんですよ。まあ、LINE トークにしちゃうとか、まあ、他のね、コミュニケーションツール使って、最近の人ってね、ネットの通話やっちゃいますから、まあ、電話回線使わないってことも大いにあり得るわけですね。なので、私が au 使ったら多分、この500円は追加しないで使うと思います。まあ、状況によりますけど。はい、そんな au の新ブランド、ポポ。これの内容なんですけど、ざっとちょっと言っちゃいますね。ポポは2021年3月開始予定ということで、料金は月額2480円税別のみしか選べない。で、データ通信量は 20GB、データ超過時の最大速度が 1Mbps。で、データ追加は 1GB500円。これちょっとさっき話してなかったですね。データの方が、その超過しちゃった場合は 1GB を500円で買うことができる。で、au と同じ回線を利用できる。バッチリだね。同じ料金で 4G、5G 回線が使える。かけ放題などは追加オプションで自分好みにカスタマイズ。これさっき言ってた、その500円で5分内通話し放題を追加するかって選べるってとこですね。で、契約に関してはオンラインのみ。これは他キャリアと一緒ですね。お店行っても、これは新プランは契約できませんのでお気をつけください。で、キャリアメールは非対応、事務手数料は無料。この事務手数料無料っていうのもね、結構大きいかもしれませんね。で、利用可能機種、取扱い機種に関しては、現状ではまだ不明ということかな。うん、出てなかったもんね、まだね。はい、で、縛りはありませんので、MNP 転出手数料も無料となっております。ただ、ご注意ください。これはどこのキャリアでも一緒なんですけれども、キャリアの方から進めてこのプランにしてくださいっていう案内はおそらく来ないので、まあわかんないけどね、来ないと思いますので、新プランを適用したいっていう方はソフトバンクでもドコモでも au でも自分からオンラインで手続きしなきゃいけないっていうことを覚えておいてください。今ねちょっと高いプランで私月に2ギガしかデータ使わない、3ギガしかデータ使わないって方が、あ、よかった今回ほっといたらこのプランなんのかしらって思っててもそれはなりませんので、そこは分かる方に協力していただくという形で、ぜひぜひ自分に合ったプランを選択していただければと思います。本当に通信会社にね無駄にお金払うほどねなんかもったいないことないですからね。通信会社がウハウハしちゃうだけですから、そんな甘やかしちゃダメです。しっかりと自分に合ったプランにガンと引き下げていいと思います今回。はい、ということで今回は駆け足的な動画になりましたが、au が新料金プラン、ポボ、新しいブランドですね、ポボを発表しましたので、動画の方をザクッとね用意させていただきました。今回の話で、au 新ブランドポボの話がよく分かったなっていう方はぜひ高評価、よく分かんなかったなっていう方はスルーしておいてください。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。あー GH5 どうするかな、使えなくはないんだけどね。なんかちょっと最近ね EOS R6 と合わせて撮ってるとどうしてもねなんかオートフォーカスの甘さとか色の出方とかね全然違うので同時に使いにくいんですよね。